はいどうも吉田茂です、えー、この2月20日土曜日の競馬特に芝レースについて芝状態の方を今回も確認しておきたいと思います。まずは阪神・芝で起きたことということで、えー、まあ阪神の芝はうちが非常に優勢で客室面も逃げ先行が優勢ということでそしてタイム面各距離のベストタ,タイムっていうのを過去5年間のタイムと比較してランキング化していますが 一生クラスのマイルでリアンティサージュ1分32秒9とこれ過去5年間で19位のタイムということで非常に速いとまた1008の一生クラスでも41位とまあこう非常にクラスが低いにもかかわらず過去の5年間において非常に速いタイムが出ているということで非常にタイムが出やすい速い馬場,場というとことが言えると思います速まいタイムが出ていて まだ3日目っていうこともあって開催前半っていうイメージ通りのまあ芝状態になっているかなと思います次に東京芝で起きたことえこちら東京芝7日目に入りましたがまあ芝の伸び具合はまあ今日はまあ内から中もちろん外も伸びますけどまあ風の影響もあったのかえ少し前目が有利ではありましたがまあ基本的には客室はフラットのえ状態がまあ開催からずっと続いていますね でタイムはですね、今日は非常に遅かったのが特徴で、えー、まあこれはまた風の影響もあるかと思いますが、どちらから風が吹いていたのかっていうのはちょっと分かんないですが、まあ、ダートの方で非常に大波乱起こっていましたがあれは全部前残りだったんでね、こう前が残りやすい環境ではあったのかもしれません。で、まあ、その中で気になったのは、これはまあ東京,東京や阪神、小倉全てをまとめてなんですが、またダートも含めてなんですが、えー、今日ですね、モリス・サンクは、 えー、2着以内に4回入っていていこのの赤枠の部分ですねそのいずれもが4コーナーで先頭になっているということで、まあ、このいずれも4角先頭、まあ、こういう日々の気づきからあーまあデータを確認して一般的な傾向なんかが見つけられれば楽しいかなと思うんですがやはりこの切れ味に乏しいと思われるモーリス・サンクっていうのは前に行ってこそ、うん、好成績を残すのかなというところを改めて確認しておきたいかと思います。 まあこれモーリスのですね客室別の成績今日のデータも含んでいますがまあこれはですねどんな仕事場,場で調べたとしても基本的には逃げとか先行というのはえいろんな数値高くなりますもちろんえ母数も少なくなりますからえ回収率面なんかも高くなりがちですがまあなのでこれだけを見ても一概にはちょっと言えない部分はあるじゃあるんですね。 ということで、2020年ですね、勝利の多かった守護バトップ30というこの30の守護バと比較したいと思います。3着内に来た時の平均値で比較します。まあ、平均値というのはこの場合はですね、3コーナーや4コーナーのポジション、また距離面ですね。3着に来た時にどのようなポジションにいたのかということですね。このポジションっていうのは通過順を等数で割っていて割合で表記していて、 数字が小さいいいほどより前にいるという意味ですねでこちらはですね3コーナーのポジションが前にいる順から並べているんですがやはり上位には、えー、ダートの短距離系の守護場っていうのが並んできますし、えー、ダイヤメージャーロードカナダフネとかやはり距離適性、えー、が短めな守護場がやはりポジションを取ってくるとそしてモーリスはここの15番目なんですねちょうど真ん中ぐらいで、えー、三角ポジションが35%。 えつまり馬券内に絡む時っていうのは、えー、前方から35%以内のポジションにいるというような大体のイメージなんですね。でまあそうして考えますと、まあ、特段ですね、えー、先行してこその守護馬っていうような感じではないんですけど、まあ、いわゆる中距離系の守護馬とかって言われるいわゆる中距離系の守護馬よりは前のポジションで構想していますね。 例えばまあデ,ィープディープインパクトだったら45%ここ10ポイント差がありますし、まあ、ドラメンテにしてもそうですよねこの同じ同期の新種ボ場で比較するとここで8ポイント差があるので、まあ、確かにうまあ強い中距離系で強い種ボ場と比べれば少し前目で構想率高いですけどうまあ極めて高いかと言われるとそこは微妙っちゃ微妙ですよね。 まあなので、やんわりと先行の方がいいのかなということは言えますが、一概には言えないところかなと思いますね。最後に小倉芝。これがまあ3日目ということなんですが、芝の伸び具合はですね、中から外。3日目と言っても,も、これ実質的には11日目なので、内側のバ場はやはり B コースとは言っても荒れていると。今日はですね、普段の稽古とは逆で、中距離の方で差しが優勢、短距離では先行ということで、 えー、基本的には外伸びババの時はこれ逆になるんですけど今日はちょっとですね変わった傾向にはなっていましたが、えー、タイム面はあまり早いタイムは出ないですねまあ連続開催ですね実質11日目ということで B コースとは言ってもインが伸びないとただ難しいのは差しババではないんですね外が伸びる先行優位なババという割と特殊な環境下にあると思うので えー、よくレースを見ているとですね逃げ馬なんかでも真ん中から外なんかを通ってきたりして、えー、逃げ粘るみたいなシーンがあるんですが、まあ、ということは、えーでまあ、その辺りタイム面からも補足しておきますと、えー、これ年明けからですね、えー、連続開催続いてきまして、えー、今日開催、まあ、実質11日目開催2回3日目ですよね。 1200メートルっていうのが一つタイムの基準として使いやすいので、これをいつも使っているんですが、今日の最速タイムは68秒ということで、やはりまあペースの問題もありますけど、栄光筋と同様ですね、まあ、3日目ぐらいに差し掛かって時計がかかり始めたということがわかります。まあ、なので、高速馬場っていうイメージは、先週のイメージは一回なくして、まあ、マイルドに時計のかかる傾向にあるということが言えると思います。 その中で、えーまあ、小さな不利があった馬っていうのをチェックしておきたいと思います。まあ、小倉2レース1番人気で3着だったデクラーク、トーセンラーサンクなんですが、えー、この2番の馬ですね、まあ、1枠このコース小倉芝戦2っていうのは1枠が不利なコースなんですが、まあ、そのまさにパターンというか1枠からまあスタートこそ良かったんですけど外からポジションをこうグーッと斜めに切り込まれてポジションを奪われて まあ、わずかに減速というか、まあ、思うように加速し続けることができなかったと。まあそういうそのそれを表すようにですねこの2番の馬このポジションを奪われて3着になりましたが、えー、自分が欲しかったポジションを奪ったこの13番の馬が1着になっているように、えー、枠が1つ違えばこの2番の馬っていうのは前に入れたと思うんですね例えば8番枠とかだったら、えー、前に入れたと思うんですね。 まあそういった意味ではこのやはり一番枠の振りが出たとこう出していくしかないというこの重圧そしてそれによって必要以上に足を使ってしまうその上外からカットされてししままううという不利が出ました。これ結構些細なことですけどやっぱりこの1着か2着かというこの微妙な差を争う時にはこれも結構勝負の分かれ目だったと思うのでまあ次走真ん中ぐらいの枠でもう一回狙うべき馬かなと思います。 とということで最後ですね、まあ、一応日曜日の予想も一つ、まあ、付け加えておきますと、小倉10レース、これ芝1200メートル、アザミ翔で、まあ、西のリースという馬なんですけど、まあ、これはですね、小倉は外差し,外差し6戦の一歩手前まで土曜は来ていたと思うんですね。結果的には逃げ先交馬が優勢だったわけなんですけど、馬場は外伸び傾向で、まあ、今回は 昨日はですね、土曜日はですね、ペースが遅かったということもあって、ギリギリのところで逃げ先行馬が粘っていて、外からの差し馬もですね、4、5、6着あたりにどっさりと来ていたので、ペースが少しでも流れれば、一気に外枠の差しがまあ上位独占するというようなシーンがまあ,なありうると思うんですね。そんな中で、10レースはですね、先行客室の馬が多いんですね。確かにまあ3歳馬の まだ勝ち上がってすぐの馬たちなので、まあ、当然っちゃ当然かもしれませんがこちらですね明日の小倉の 12, 12レースのうち過去5走の3コーナーの位置の平均値を取りますとこの10レースのメンバーっていうのは4.77ということで出走馬に占めるこの過去の3コーナーの位置取りがより前にあるということでメンバーに占めるですね先行馬の割合が非常に高いということがわかります。 まあそういったことからも、他の1200メートル2レースとか6レースよりも、この10レースの方が先行が激化しやすいんじゃないかというところを思いつきまして、この、えー、差しに回れる西ノリースという馬を、まあ、狙ってみたいかなと。まあ、枠はもう少し外だったらいいと思うんですよ。かったんですけど、まあ、今回は真ん中らへんなんで、まあ、とりあえず単勝を勝って、まあ、あとはまあ外目の馬に手広く馬連で流す、そんなイメージで。 いいいのかなと思いますすと、まあ、ということで,ですね土曜の競馬を振り返り返ましたまた明日の日曜の競馬も楽しみましょう。まあ、もちろんフェブラリーステークスの開項を含めた日曜の開項なんかもやっていきますのでそちらもぜひご覧ください。えー、ぜひ吉田繁雄チャンネルの方登録といいねをよろしくお願いします。今回はおります。